はい、今日はですね、ちょっと緊急で動画を撮っているんですけど、新日本プロレス公式から、とんでもない情報が発表されまして、まあ、皆様もね、もうご存知かもしれないんですけど、内藤哲也選手が左側、内側、副靭帯損傷、半月板損傷で負傷欠場、G1 クライマックスは全戦欠場となります。というね、情報が入ってきて、僕もちょっとこれ見て、すごいびっくりしたんですけど、まあ、内藤哲也選手は、G1 前戦欠場ということが、正式に発表されましたので、今回ちょっとこちらのことについてお話ししていこうと思うんですけど、僕は結構内藤哲也選手を決勝行くと思ってましたので、非常に残念でもありますし、ショックでもありますし、驚きしかないっていうのが、まあ、ちょっと今現状の本音ではありますね。はい。では早速ね、本題入っていきましょう。はい、早速本題なんですけど、まあ、改めてになるんですけど、新日本プロレスの公式から内藤哲也選手が左側、内側、副靭帯損傷並びに半月板損傷で負傷欠場、G1 クライマックスは全戦欠場となりますということが、正式に発表されました。はい。ザック・セイバー・ジュニア選手との試合中に一応怪我したみたいなんですけど、なんですか、ザック選手の、関節技というよりかは、試合終盤にこの内藤選手が放ったデスティーノをした時の着地にちょっと失敗、時にちょっと負傷してしまったっていう風なことみたいなんですね、今のところ。はい。で、内藤選手は病院で検査の結果、今のところ全治期間は未定だと。未定なんですけど、まあ、内藤選手は負傷により G1 公式戦の全戦欠場が決定、リーグ戦は不戦敗の扱いとなりましたということになりましたね。はい。ということで、まあ、内藤選手はもう A ブロックから完全に脱落してしまったわけなんですけど、確かにその内藤選手、ザック選手との試合終わった後に、膝をすごいやっぱ痛めてて、担架で運ばれたじゃないですか。で、僕あれ正直やっぱプロレスなので、いわゆるなんかそういう、なんですかね、まあ、ちょっと言い方あれかもしれないんですけど、なんかそういう演出の一部なのかなと思ったんですよ。まあ、表現方法の一部といいますか。内藤選手はすごい膝を怪我して、すごいザック・セイバー・ジュニア選手との一戦で膝を怪我して、ものすごく今立場が不利になったけど、そこから持ち前の力で持ち直して内藤選手がこの決勝に上がるっていうプランが、っていうね、物語があるのかなと思ったんですけど、まあ、今回の発表を聞くに、本当に内藤哲也選手はやばかったみたいですね、これ。で、これで僕がちょっと一つ思うのが、決してザック・セイバー・ジュニア選手が悪いわけではないと思うんですよ、これ。まあ、ザック選手の膝攻めもやっぱ非常に強烈だったので、まあ、多少影響はあるかもしれないんですけど、あくまでこれはそのザック選手が悪いというよりは、試合中に起きた、まあ、事故だと思うんですよ。まあ、デスティーノの、着地の時に起きたザック選手が悪いっていうことではないと思うんですよね。で、内藤哲也選手がこれ全試合、出れなくなったことによって、公式戦っていうのも全部、試合がね、変わってるんですよ。で、いわゆる当初予定されていた内藤哲也選手の公式戦の試合は全てスペシャルシングルマッチに変更されてまして、例えば内藤哲也選手 VS タンガロア選手の試合っていうのが、スペシャルシングルマッチの永田裕二 VS タンガロアに変更してます。はい。で、この内藤選手 VS 高木慎吾選手、この試合ね、すごい僕楽しみだったんですけど、まあ、こちらもちょっと変更されて、永田裕二 VS 高木慎吾に変更になってます。はい。で、この VS 高橋裕二郎選手ね、これもね、すごい期待してる方たくさんいたと思うんですよ。僕もね、すごい期待してたんですけど、まあ、こちらも残念ながらね、変更になって、こちらはですね、スペシャルシングルマッチとして、武士 VS 高橋裕二郎に変更になってます。はい。まあ、これはこれで楽しみではあるんですけど、でもやっぱり、内藤選手と高橋裕二郎選手のね、ノーリミット対決、すごい見たかったんですけどね。で、矢野徹 VS 内藤哲也っていう試合も、この矢野徹 VS 武士に変更になってまして、で、あと、内藤哲也 VS 健太の試合も、これも、今度はですね、高橋宏夢 VS 健太に、変更になってます。石井智弘 VS 内藤哲也、まあ、これも鉄板カードですよね。もう、石井智弘 VS 高橋宏夢に変更になってますね。はい。これは過去に1回、ニュージャパンカップでやりましたよね。その時は高橋宏夢選手が勝っていたので、まあ、くしくもカードの再現になったんですけど、で、この内藤哲也 VS 井伏浩太の試合も、これもスペシャルシングルマッチとして、井伏浩太 VS 小島聡に変更になってます。はい。で、最終日に行われる予定だった内藤哲也 VS グレート王冠が、こちらも変更になって、グレート王冠 VS 小島聡に変更になってます。というわけで、内藤哲也選手が抜けた穴を、LIJ メンバー並びに第3世代が、スペシャルシングルマッチとして埋める形になってはいるんですけど、まあ、
これは本当に結構緊急事態かなと思いますね。で、やっぱツイッターの反応とか見ても、皆様やっぱすごいあの反応がすごくて、まあ、まあ、残念だって声はやっぱり多いんですよね、すごい。プロレスなんでしょうがないんですけど、あまり起きてはいけないことが起きてしまったのかなって気がしますね。あの僕の記憶だと、中村慎介選手は過去に、怪我をして、2、3戦かな、飛ばしたことはあったんですけど、で、それも結局中村選手そっちで戻ってきて、最終的に優勝したのかな、確か。のは記憶にあるんですけど、今回内藤選手はもう全戦欠場っていうのが決定ということなので、もう内藤哲也選手が、G1 中にはもう戻ってこないということみたいですね、これは。はい。いや、ちょっとこれはびっくりですね。本当内藤選手ってすごい膝が良くない、有名だったんですけど、誰が悪いとかでは決してないと思うんですけど、これは内藤選手自身もすごい、もちろん、もうショックでしょうし、ザック選手も多分ね、これショックだと思うんですよ、僕。もちろんザック選手が悪いわけでは決して全くないんですけど、やっぱそのレスラーって怪我をさせてしまった方が、よりね、なんかこう、深いダメージを負うっていう、話をね、よく聞くので、これザック選手にもね、影響が出ないといいなと思うんですよ。で、僕はね、もうこれはむしろザック選手が内藤選手の分も背負って、もうA ブロック優勝、A ブロック突き抜けてほしいなと思いましたね、むしろ。僕は優勝予想で、内藤哲也選手がね、A ブロック決勝行くと思ってましたので、ちょっとここで変更、今ここで変更して、ザック・セイバージュニア選手が A ブロック進出するっていう風に予想を変えます、ここで。はい。僕の決勝予想は、ザック・セイバージュニア VS ジェフ・コブ選手に、はい、今変更になりました。いやー、でもこれは本当に、残念でしょうがないですね。もう本当にそれしか言葉がないですね。で、今現状だとやっぱその情報っていうのが、まあこれぐらいしかないので、まあ、ちょっと何とも言えないんですけど、またね、情報入り次第、動画にして皆様にお届けしようと思いますので、まあ内藤哲也選手っていうのは、いわゆるその二冠王座を失った時に、まあ東京ドームのメインイベントにまた必ず戻ってくるっていうふうに、宣言をして、この必ずって言葉は内藤選手はあまり使いたがらないんですけど、今回はね、あえてそれを使ったっていう風なことを明かして、それぐらいのやっぱ決意を持って、内藤選手はその言葉を使ったんですけど、まあ、今回 G1 に参加できなくなってしまったことによって、ちょっと現実的に内藤選手は今年のじゃあ東京ドームどういう風にメインに上がるのかってすごく難しくなった気がするんですよ。もちろん、0% では決してないと思うんですよね。G1 終わった後にも大会、ビッグマッチってまた何試合かあるので、その時にね、また内藤哲也選手、逆転の内藤哲也としてやってくれるとは思っているんですけど、ただ現状を見るとやはり結構厳しくなったかなとは思います。全治未定なので、もしかしたら今年中復帰できないっていう可能性もあるので、損傷具合とかもまだ発表されていないので、もしかしたら本当にね、ヒロム選手みたいな長期欠場になる可能性もありますので、今言えることは本当にちょっと、もう休養して一日でも早く内藤哲也選手には復帰していただきたいっていうことしか、言えないですね、ちょっと。嫌な意味でびっくりしましたね、これは。はい、というのが、まあ、今回のね、お話になるんですけど、まあ、今回やっぱりすごくね、速報気味になってしまったんですけど、内藤哲也選手が左膝負傷により、G1 クライマックス前戦欠場、不戦敗ということになったという、お話でした。はい、というわけで今回のお話は以上になります。僕の動画ではね、こんな感じで新日本プレスに関する速報を、考察情報なんかの動画をね、どんどん発信していきますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回のお話は以上になります。ではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。